皆さんこんにちは、プロレーサーそしてテストライダーの丸山博史でございます。今日はですね、ここ静岡県富士宮市にあります白糸スピードランドに来ております。そしてここで行われているイベントはですね、まあ見てくださいよ、この辺のマシンたち、忍者、FX、CBX、そして CB と、まるでテイストオブつくばのようなイベントがですね、ここ白糸スピードランドで行われるんじゃないかなというところなんですが、私が発見したのはこちら、来た来たよ。これどう見てもですね、 CB CB 1100だよ、これ1100だろ普通は。 CB100R って書いてあるけどよくできてるな、これ元は何だろう。エンジンは小さくて空冷だけどね、多分これのオーナーがいると思うので、ちょっと来ていただきたいと思います。オーナーの方どうぞ。ああ、これはこれはおはようございます。どうもおはようございます。あれ、オーナーの方ですか。ああ、そうですよ。もうなんかもうしたような感じですね、これ。うん、これはもう昔から持ってるから。昔から持ってる。あ、一回取材しましたねこれね。でもこれ CB1100R、 これ CB100R ね。100R、ここにほら100R。 わかりました。さあ、うん、ということで、うん、今年のですね、海外旅行全然行けもしないんですけど、これ結構俺本数出てるじゃないですか、はいはい、なんだね、まとめたら割と行ける口じゃね。あの岩さんが出た後に、うん、強敵が結構いつも現れるんですよ、うん、出るでしょ、ね、ですごい桁で超えていくじゃないですか。そうそう、でもこうコツ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 5万回ぐらいの繰り返してる僕は多分全部合わせたら40超えてんじゃないかな。全視聴率合わせたら意外といい、うん、いいと思うよ。言ってますけどね、あの小出しにするから。いや、早く行きます、行きますよ、はい、説明しよう。バトルレイヤーズとはつまりレイヤーズマシンのトークバトルである。自慢のマシンについて60秒で語り尽くせ。審査は視聴回数をベースに MSTV 首脳陣で決定。見事私立チャンピオンに輝いたレイヤーズにはグアム旅行をはじめ豪華賞品が贈られるぞ。それでは早速行ってみよう。バトルレイヤーズレディーゴー。はい、これいいね、これどう思ったらいいの。いや、あ、もこれはね、ベースはね XR100 モータード XR? あ、うん、うん、なんですよ。はいはい。で、まあ外装 FRP の、まあ、カウルと、はい、これタンクとシート全部これ一体なんですよね。一体、うん、一体、これ全部これ分かれてる、分かれてないんだ、実は全部これ一緒なんですよ。はい。で、このタンクキャップはノーマルなんで、うん、これ実はガバッと外すと、うん、この中に XR100 のタンクが入ってる。そうなんだ、うん、なるほど。カバーをかぶせただけ。これカバーかぶせただけ、よくできてる、うん、はい、で、ここにあの書いてあるんですけど、2007年と2008年の出隊に参戦するために作ったんですよ。で、ライダー全員が1100あるのよ。この格好で出たの。これ出たの、はい、で、コンデレを狙ってたんだけど、うん、あのやっぱりそういう時に限ってものすごいのが出てきちゃうから、大体、うん、こう2番目人生。なるほど、うん、そういう、そういうバイクですよ。本当ですか。でしょ。こんなそんな語るとこないですから、外装作っただけなんで。はい、うん、ありがとうございます、はい、これ結局何、うん、じゃあ何、真剣に 1100R が好きで作っ、そう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 、 1100R のオーナーが集まって、ちっちゃい 1100R 作って出隊に出ようよっていうんで、で僕車体提供するから、まあ外装も作るんだけど、塗装は大阪の友達、まあ 1100R のりがやって、で車体周りのセットアップもまあ別な 1100R のりがやって。じゃあ 1100R にこだわりがある人たちが作ったんで、まあ外装は確かにすごいですよ。でしょ。で、何、ここのカウルと、このミラーもなんか制約あるっぽいじゃん。じゃあこれでもね、これはその最初ね保安部品なしで作ったから、うんうんうん、その後ね、あの今はなき元メンテナンスっていう本の、うん、人が、あのこれ街も走れるよねって話になって、うんうん、え、街走るんですか、うん、俺も一応レーサーなんですよって言ったら、保安部品つける羽目になって、これ大体さ、うん、結構制約あるっぽいミラーだけど、これこれ北子のミニミラーってやつ。 あるんだ、ちゃんと。あるんです。
すげえな。北子さんにはねすごいお世話になってる。これスピードメーター、タコメーターも北子だし。CM 入ってきたね。うん、あのイオン系も北子だし。うん、すごいな。ウインカーも北子だし。他に CB1100R のこだわりっぽいところは？これ。言うとこいっぱいあるじゃない。ね、このテールランプ。テールランプ。これね。うん。これ当てられたらすごいですよ。はい。僕6種類ぐらいテストして。うん。一番いい。これ売ってるの？売って今売ってない。あ、今売ってないの、うん、でも何回用なんだこれ。丸山さん当てられないですよ多分。これはでも時代的には丸山さんの時代。わかんねえな。ホンダのラクーン、うん、あーいいとこつきた、ね、いいとこついてる。で、はい、ここ鈴木の RG90。 あ、鈴木なんだ、うん、あ、これ鈴木って書いてあるんですか。 RG っぽいね。ほらこれに鈴木って。本当にすごいじゃんこれ見つけてきて。うん、どうとにかくそのデコボコしたテールランプを、うん、片っ端からこれはいいの取り寄せて。あれはフレームの赤はこれは塗ったっす。ちゃんと塗ったの。これでもほらエンジン下ろすの簡単じゃないですか、うんうん、で塗ってエンジンも塗って、うん、でこのポイントカバーも、うん、いるでしょ金色、うん、なるほど塗って黄色のね、うん、ゴールドのポイントカバーと そうそしてキャブちゃんとついてるし、ね、俺でも色の塗り分け、シリンダーの色の塗り分けが何これ。これねヘッド北子さんのデタイヘッドってやつに変えてあるんで、うん、シルバーになっちゃったんですよ、うん。あとちゃんとフロントフォークも塗ってあるじゃん。そうですよ。これ塗りますよ。でゴールド。そうですよ。ゴールドコムスター。うん、コムスターじゃないですよね。これはゲイルスピード。ゴールドになってる。うん、ゲイルスピード。ちゃんとこだわりがあって、ウィンカーもここから取り出す。うん、そうですね。だからカウル仕様作り直したんですよわざわざ、うん、レーサーだったやつを。よくできてるね。よくできてるのにあんまりそんなに自慢しないんだ。うん、これ別に、うん、自慢するところない。これで今年のチャンピオン狙わない。2021年のチャンピオン。これは。でもね、もっと強者がいっぱいいるから、もうすでにね、もうすでに敗北感しかない。そうですか。うん、じゃあ湯浅さんの、うん、まあ CB100R はこのぐらいにしておいて、そう、にぎやかしで、そう、この後ちょっとね、うん、連続でこのバトルレアーズでチャンピオン候補が今ねいっぱいいるの、いるらしいんで、うん、そっちの方をね期待して、そっちを紹介したい。でもね、湯浅さんにもちょっとはいいねボタン押して押したい。ちょっとはね、ちょっとじゃないと意外と後でなんかね。言うのよいろいろと。いや俺さ、ね、頑張ってんのにさ、コメント見てても、うん、知り合いの人多いお情けが多いなと思って、ね、ぜひぜひ応援していただければと思いますということで、今回はですね、はい、CB100R、ね、100R をですね、持ってきていただきましたバトルレイヤーズ、はい、今年の海外旅行チャンピオン候補ということで湯浅さんがエントリーしてくれました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今回のレイヤーズもなかなかの強者だった。ビビッときた人はいいねを押してコメントをシェアして、このレイヤーズを応援してくれ。これからも強豪たちがガンガンエントリーしてくるのでお楽しみに。公開収録も予定しているので、我こそはというレイヤーズは詳細欄をチェック。それではまた次回バトルレイヤーズのリングでお会いいたしましょう。